ポンちゃん、おはようございます。今7時半ぐらいですね。実は今日は大きな事件がありました。夜中の4時過ぎぐらいに、黒犬おじさんパパがお腹が痛くなってしまいました。で、お腹といっても脇腹ですね。で、以前にも 4,5 年前に、救急車を呼んだことがあってですね、これがなんと、尿管結石か腎臓結石かよくわかんないんですけど、結石の、診断でした。で、4,5 年前の時には救急車に乗ってる間に痛みが取れてしまって、診察の時には全然痛くなくてごめんなさいみたいになったんですけれども、今日は、痛みが引かないので、引っ越しをしてまだ間もないというほどではないんですけど、2年経たないので救急車呼ぶのはちょっとなぁと思いながら、救急病院をネットで探して、タクシーで行きました。そして点滴を受けて痛み止めを入れてもらって今戻ってきたとこです。これがですね、対処療法をとりあえず土日としなさいと。で、それで取れちゃえばまあいいけどっていうことなので、1日に大量の水を飲むと。水を飲みながら歩きなさいと。歩くと、その振動で、下へ下へその石が落ちていくので、それがいいということです。今日は、外出します。でも水いっぱい飲んで外出するとトイレ行きたくなるね。トイレをの場所を離れないようにしないとね。その場所のチェックもしながら、ちょうどいいので、あの買ったばかりのですね、望遠レンズ、これを、撮影してこようかなと。鼻とかね、そういうものを撮影できると思うのでしてこようかなと思います。あ、それからそう、深夜の、診察扱いになるので、料金をね、正確な料金がわからないので、今日また日中に、払いに来てくださいということでした。なので病院を回り、歩いて行ってですね、病院を回り、その近辺で、写真撮影をして2時間ぐらいちょっと歩き回れればいいかな。そして水のガブ飲みやってみます。じゃなかったら来週泌尿器科に行くことになりそうです。痛いよ、結石。はい、ジャン君おはようございます。痛いよ結石で、カットが切り替わりました。今まだ朝なのでこれからご飯を食べてね、いろいろ準備をして出かけようかなと。点滴の中に入っていた痛み止めはどのくらいまで効くのかなというのがちょっと不安ですが、薬を持って歩けばいいかというとこで、水とね、お薬をね。はい、なんか疲れたけどちょっと一回寝ようかなということでした。ジャン君、はい、あ、ちょっと痛々しいやつね、この点滴の後でした。お待ちかねのこれです。はい、いただき物シリーズ。はい、はい、
でしたっけ。はい、羊出た。羊？本当？ヤギ？羊？ヤギかな。あのカルディのキャラクターだよねきっと。あ、そうか。あのヤギさんの。はい。出ました。キャラクターさん。違うかな。あ、カルディって書いてある。はい。はい。メス出た。え？はい、メス。あ、そうなの？ああ、男の子と女の子がいるって知らなかったよ、ポンちゃん。いや、すごいクンクンしてる。ポンちゃん、クンクン。この辺は、じゃあ、マオシャンに当てといてもらって。いや、いいし。その間、ポンちゃんは取っときまーす。はーい。なんか、いっぱいだよ。なんかね、黒系のパパさん、好きそうなのがいっぱいだよ。はい。ポンちゃん、シュボン。カボスサイダー。はい、出ました、カボスサイダーこの間も似た感じ。サイダー、甘おすげえじゃん。あ、ポンちゃんこれ、ポンちゃんこれお気に入りのベッドなんだよね。ここね、はい、ポンちゃんがなんか喜び始めていますスンちゃんくんは割とクールめです。ジャン君のお友達来たわ。飛ばすね、これはね。お、ヒューガナツ。はい、そして夏みたいなヒューガナツ。うん、いっぱいだね。すごいね。この感じのやつ多いんだね。いろんなご当地サイダーがあるんだね。ご当地サイダー。ご当地サイダー。これ買うのも大変だよね、重たくてね。大変だよね、重くてさ、本当に。あ、スイカさんだ。スイカ。あ、ポンちゃんまたね。出た、スイカ。スイカだよね。送り物に持っていくのも大変だし。これなんだ。あ、静岡茶コーラだって。はい。お茶のコーラ。珍しすぎ。珍しいね。美味しいのかな。さっぱりしてるのかな。ポンちゃんのベッドね。ポンちゃんはこのプチプチのベッドがお気に入りです。ねえ、ポンちゃん。はい、いっぱい。プチベッドだよ。はい、どうぞ。プチベッドいいね、ポンちゃん。プチベッド。はーい。あ、なんかでっかいよ、これ。何これ。あー、メロン。ね。メロンって書いてある。もうメロンが見えてるよ、ここに。熊本県産の緑色の果肉のメロンにしましたって書いてある。なんか今メロンフェアをやってるんだって。メロンフェアとかあるんだね。じゃあそのスイカの前にメロンを置いてください。あ、なるほど、うん、スイカの前にスイカサイダーを置いたらいいの、うん、よし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 。あ、なんかすごい立派な、よいしょ、立派なメロンだよね。の、よいしょ、ボロリンってしちゃうかな。それともこれ、うん、そのままでもいい。そのままでいい。プチプチプチでいいですか、うん、安全に。なんか、うれうれ、なんかもう、この辺でも匂ってね。あ、なんか切れてる。あ、ポちゃん、ポちゃんの、そこに置こうと思ったところに行くんだね。はい、じゃあこの、はい、こっちに置いて、はい、スイカの前にメロン。はい、すごい立派なメロン。マスクメロンやないけ。すごい立派なメロンです。ほんとね、熊本県産って書いてあるよ。はい、そして次で最後かな。とてもジューシーで舌がとろけるくらい甘く柔らかいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後はこれは例のものです。お財布カエルって書いてあるということはお財布の中に入れるお金が返ってくるやつだね。なるほど。
そういえば昔なんかそういうの持ってたな、うん、お財布に入れてたな、ちっちゃい陶器でできたやつ、どこ行っちゃったかな。そのお財布のカエルが去ったわけだね。はい、アマガエル、ね、かわいい、うん、どこから開けるんだ、うん、ちょっと待ってね、おさい、あのハサミで切らないと開かない。この上にお願いします。はい、かわいい、あ、すごい、ちゃんと内臓が見えるよ、ほれほれポンちゃん内臓見える、うん、お財布が、お財布ガエル2、はい、これだけでもたくさんのものをいただきました。どうもありがとうございます。これ海洋堂だよ。おお、じゃあ作りも、だからリアルなんだね。はい、ぼんちゃん、はい、ぼんちゃんがありがとうと申しております。そしてピュン、ジャン君、はい、ジャン君もジャン君の顔、ありがとう、ありがとう、あ、倒した、ぼんちゃん倒さないで、スリスリで倒さないでちょうだい。ないね、ポンちゃん。はい、倒れた。次々倒すポンちゃん。ポンちゃんいいね。あの、ボーリングになってますけど。ポンちゃんすごーい。ポンちゃん、あれにもこれにもシュリシュリしてる。ポンちゃん。はい、これがポンちゃんのお礼でした。はい。嬉しいね、ポンちゃん。黒犬おじさんの方の、お話ですけれども、なんだっけ、欠席、の、あとですね、水を大量に飲まなければいけないと、水を飲んで流すっていうことなんですが、水を大量に飲んで、あとはとにかく歩いた方がいいんだと、歩くと振動でそれが落ちていく、石ですね、落ちていくということで、今日は魔王にママさんと延々、どのぐらい歩いたかな、すごくたくさん歩きました。そして今もう眠くなっていますが、そして家にあるこの水を大量に今飲んでいるところですね。水とかちょっと、ジュースみたいなやつとかね、頑張っています。まだ、それで痛みが取れているのかどうか、早朝の4時に点滴に、その痛み止めっていうのを入れてもらったやつが効いたんですけれども、今のところまだ痛みはありません、痛み止めの薬もいただいていますが、まだ飲んでいません。痛くなったらすぐ飲むという気持ちにはなっているんですけれども、流れたかな、どうだろう、寝てる間にね、脱水し始めると、汗をかいて脱水し始めると危ないらしいんですよね。なので寝る直前もガブ飲みをしてから寝ようと思っています。